ここで突然のコマーシャルタイム？どういうこと？いらねえペコだって。俺とデペコ何？ペコちゃんにこのギャルゲーをやれってこと？やりましょうか。じゃあギャルゲー。あ、なに、びっくりしたわ。ゲームがコマーシャルタイムって言ってんじゃねえペコで、ビビったわ今。何がコマーシャル、はい、と戻しましたと。ここで突然のコマーシャルタイム。何回挟んでこなんだよこいつ。あ、ピッコマー、ペコちゃんもピッコマさんよく見てたりするペコだからな。あ、でもこの漫画読んだことないかも。ブランダルだって。激墜王を探しなさい。ある日母はいきなり地面に削り込まれちゃったって。え、読んでみようかな。気になるのは結構漫画のこういうコマーシャルのやつさ、ペコは気になるんだよね。え、アニメもあるペコなんだそれ。知らなかったわ。じゃ次はか、お前が言うんかい。コマーシャルタイム。助けてくれ。やめてください。バンになるでしょ。そのことな、下半身やめてください。ちょっと下着姿はやめてください。よく見る、これなんかゾンビのなんかあれペコだよね。これよく見るわ、なんかコマーシャルで。このエレベーターのが初めて見たペコだな。ね、よく見れ。あーあー、なるほどね。こういうパズル系はよね。え、かわいい女の子いんだ。オッケーオッケー、ポイントゲッチュ。もうコマーシャルタイムすげえペコだな。あ、ちょっと面白そう。あ、これなんかちょっといいね。脳トレになりそうペコじゃん。建前、献立、あ、見つけた。何やこれ。水筒って読むんだ。残高。いいね。これ今のはちょっと脳トレチックでよかったの。読み方も学べる。ホロライブクビになったら内職でさ、暮らしていこうかな。お、715！ いいやん。クビになることあんの？わかんない。何かやべえことしたらクビになっちゃうかもしれないペコじゃん。よし。2000ポイントだろう。は？ 1000 ポイント変わんねえペコじゃん。なんで最後そこ行かないから、7回も成功。わ、広告面とかける2倍だって。こんなんずるいよ。そりゃポイント稼ぐために広告見たくなるわ。こんなさ、うまく広告見せるゲームなんて久しぶりに見たペコだわ。なかなかなくない？こんなにコマーシャルをさ、見たいと思うやつ。なんだこのゲーム。見たことないけど、なんか性格分析と物語で自分を見つめ直すゲームだって。わーい、イエイイエイ。そしたら一回戻って、オッケー、せい、あ、これ倍にしちゃおう。わ、よく見るこの放置少女って。昔からあるけど4周年、やば。ただ放置すればいいらしいよこれ。知らんけど、やったことないペコだけど、ペコーラ、イエーイ。え、これさらに広告見たらこれの倍になるってこと？え、だよね。え、待って、ペコーラさ、抜け穴見つけちゃった？